少年記を取り上げますが、Today's chapter is talking about Chiriki's game first. まあ、プロになったのがですね、リーグ戦に入ることが第一の目標です。When you become pro, if you are pro, the most, one of the most, your goal is to be enter the league tournament. この後は棋聖戦のリーグ戦の予選決勝で、長寿さんに勝って、リーグに入ったんですけども、Today's game is the last game, preliminary game, to enter or not the league, Kisei League tournament against Shoryu. この何ヶ月か前に、名人戦リーグの予選決勝に負けたんですよね。So before this game, several months ago, Chiriki also got the final to enter the Meijin League tournament. At that time, で、彼はですね、仙台住んでまして、院生の約2年間は仙台に通ってた。That game lost. And when he was 院生、he was originally from 仙台。仙台？Okay. Okay. Okay. 仙台 is from here, Tokyo, two hours by the Shinkansen train. で、まあそういう修行中の苦労もあるし、この直前で大きな一番に負けた。負けたってどうなった？So in say time he came from Sendai to here. So and he has lots of work when he was in say time. And he lost the final game in the Meijin League tournament. 私も、まあ、はるか昔リーグ戦の決勝で一回負けたんですね。Also, Ishida sensei has got experience long time ago when he tried to enter the league tournament. He also failed once. It's in that case you are kind of feeling like crying. で、この相手の長寿さんはもちろんナンバーワンの強さで、で、まあそれに対して、まあ、一力少年がですね、まあ、思い切って。Strength itself at that time, Choru is stronger than Chiriki. Can say strongest opponent. And so he got the challenge to Choru. Choru-san, この前のリーグで陥落したわけですね。で、ですからもう当然すぐカムバックしたかったんですけども、まあ、残念ながら敗れたんですけども。この後はですね、まあ、一力君の良さももちろん出ましたけれども、はい、ちょっと張さんが少し、まあ、力が入りすぎた、ちょっと意識した。はい。This game, yeah, you can see Chiriki play very well. On the other hand, Choru has got pressure or more kind of, you know, because he is a young, strong opponent, try to catch him. This kind of situation, so Choru has got pressure.たぶんにやっぱり今精神的メンタルメンタルですね。で、まあよくある指摘なんですけども、まあ、これがまあ、ちょっと牽制球ですかね。普通ですと、まあ、例えばこちらを決めて、それからこう、まあ、いろいろありますよね。This is kind of a common in this way. まあ、こう形を決めないのが、まあ、一つの流行なんですね。Now, try to don't play like this. It's easy to then keep the play cut out. まあ、もし、そのこう打ってると、ここに来られても、ここはまあ、根拠を持ってですね。まあ、ここの価値を減らす。これでできないですか。白もこれを決めないようにですね。
これで、まあ、もし超えると今度は白はこちらの中必ず取られます。これでこの石も弱いけどもこの石も弱いけどもここが広いから白の方が忙しくなる。White is more busy at play. It's also not strong. This is also not so strong. Getting busy more. まあ若干少し白が無理をした。これは落ち着いた攻守ですね。この石は全然弱くない。これは手筋なんですか。
まあ、こうやるとなるんですけども、まあ、こうとかね、あの、まあ、例えばこうやれば、こうやってるとか、まあ、こうやれば、こんな感じになるんですね。だから、これとこれをすんなり渡らせないために、まあ、頑張ってるからね。で、プロは、まあ、こういう手もあるんですよ。いろんな手があるんだけど、これだと、で、まあ、少しねぎられるっていうか、まあ、後ろがいない、まあ、これくらいでも黒十分ですからね。Even is enough。これは強いですね。もう少しも譲歩しない。This is not compromise. This is compromise. で、とにかく止めなきゃしょうがないですね。あのこちらの方に打ってもここにどちらか必ず取られますからね。でこの石の、まあ、ダメを詰めたんですけども、フィーリングダメ、これは、まあ黒が、白にここつけられてからここまで全ての、まあ、予定のコースですね。He already planned it up to now, but he expected. これは妙手みたいな。まあ直接切ると、まあ、攻め合いがちょっと心配なんですけどね。これ取られちゃうとここ終わっちゃいますから、ちょっと怖いんで、手を伸ばします。もちろんこうやれば、今度ここから出て、何度も切っちゃえば、これは、これは開始中から。で、押さえれませんから、まあ、この切りをすれば、まあ、こうやっておけば、ここで安泰で、で先ほどここに切ってる石はあんまり効力がなかったんですけども、ここに切ってる石はこれがすごい効力なんですね。This cut is not so strong, but this cut is very quite strong. Obviously. で、この白の5子とこちらの白の5子が、この2つによってセットで、まあ、こういう詰めれますから。白は何がいけない。いや、だからちょっと無理です。全般からのここからの作戦がね。This is strategy plan was already the problem. で、これ今、まあ、こうやっても、まあ、あまり意味がないんで、こうやって、プロのダメを詰めたんですけども、もう構わず。
結局、もうこういう意味でも、こう立てが続かないということで、チームはこの石を捨て石に、これを抜いてこれを生きたということなんです。He sacrificed this white, because white cannot fight coal. So he saved this grid, and he sacrificed this grid. ここで白は離岸できましたけども、黒はこれを今攻め合いって返して、まあ、取れてですね。でこの分かれはもう圧倒的に黒がいいんですよ。ブラックイズマッチベッター、オフコース。どれぐらいいいんでしょうか、計算的に。まあ、白の言い分はこれが連絡してるっていうことは連絡してるんですね。2、4、5、6、8、10、まあ、いや、白で20目。White here 20 points above. 対してここは2、4、6、7、8、16、17。だいたい30目。Black was all 30 points. ただし、まあ、安心量。で、あとここの白地とここの黒地は、まあ、あんまり変わりませんね。This white territory is black and most of it. そうすると、ここに一着がありますよね。Black has corner here.この黒字とこの白字は黒が10目多くて、でこれとこれはあんまり変わらなくて、でこの1着がありますから、まあ、10目以上はこの辺で、白があと石、白はこの石も石はありますけど、まだ何もつながってませんし、まあ、この辺もそんなに強いわけじゃないですよね。この石がもしもまだ弱かったら、まあ、例えば後でこういうことして、次に行く可能性もありますけども、この場合だと、まあ、こちらの方で頑張っていく可能性もあるんですよね。この下がりが効くと、これで、目が見つけた。まあ、まあ、ここに、まあ、これ、この字幕を取ることもなかなか難しいです。張軍としたらちょっと出来の良くない。